明けましておめでとうございます,います南アッですそして小木久保照明です今年もよろしくお願いいたします新型コロナウイルス感染症入力が2年目となった去年 1>, 1年のほとんどが緊急事態宣言かまん延防止等重点措置の期間という状況で何事も自粛、自粛でしたねねそうなんですよ、ね、経済のバロメーターともいえる GDP、こちらが諸外国に比べてやはり日本、低迷していましたし、はい、個人消費もですね感染者数にあの振り回された1年間ででしたそうですねただ、その中にも明るい兆しがあったことも事実なんです。 その光明をいかに見つけさらに輝かせていくことが今後のテーマになってくるのではないでしょうか滋賀経済ナウ新年1回目の放送は三日月泰造滋賀県知事と高橋翔次郎滋賀銀行取締役頭取そしてさまざまな分野で活躍されているゲストをお迎えしてお送りします。テーマはポストコロナを展望しした明るい兆し 改めてご紹介します三日月木太滋賀県知事です。はい、えー、県民の皆様方ご覧の皆様方令和四年二千二十二年新年明けましておめでとうございます、えー、昨年もコロナに開けく、えー、れた一年でありましたけれども多くの皆様方のご協力のおかげさまで感染状況をお落ち着いた状態に持っていったりまた あ助け合いの輪を広げていただくことができた一年でありました、えー。今年はコロナに負けずにビアコを真ん中にみんな仲良く、えー、本当の意味での健康志向を作るために一緒に頑張ってまいりたいと思いますのでどうぞよろしくお願いいたします。そして高橋正次郎滋賀銀行取締役当取です。えー、皆さん明けましておめでとうございます。えー、さて昨年。 一昨年とですね、この2年間、皆さんは日常生活やお仕事では、ま大いずですね、まコロナを意識した毎日を送られてきたというふうに思っております。今年こそはですね、明るい1年にしたい、なんか新しいことにチャレンジしたいというまあ新たな決意を持ってですね、新年を迎えていることというふうに思っております。私ども滋賀銀行もですね、そういった皆さんを できる限りご支援、サポートしたいというふうに思っておりますので、どうぞこの1年、よろしくお願いいたしたいと思います昨年、ですねやはりあの経済の状況もマイナスだった側面というのはあると思うんですけれども、ただ、お二人のお話を伺っていますとね、はい、きっと明るい兆しがこの先、すぐですね待っている、そんな予感がしますね,、はい、そうですね他にもどんな明るい兆しがあるのか、テーマごとにお話を進めていきたいと思います。 まずはスポーツから見える明るい兆しといえばおいこさんはい、はい、東京二ゼロ二ゼロオリンピックパラリンピックですよね中でも滋賀県出身のアスリートの方々の大活躍でしたよねそうですよね知事すごく滋賀県でも盛り上がってみんなが元気になりましたよねいや本当に嬉しかったですね特にコロナで 一番大変な時に、えー、3選手があ本番で、えー、頑張ってくださいました、えー、これまでのご努力に敬意を表したいと思いますし、えー、この快挙にですね、た、え、た、ー、えていこうということで、えー、県民スポーツ大賞の栄誉賞を、うん、宇田選手に贈呈するとともに、木村敬一選手と大橋悠依選手には、 新たに創設いたしました滋賀県県民栄誉賞をお送りさせていただきましたあの知事としても県民としても誇りに思っているところですぜひ頑張った話を子どもたちに聞かせてほしいですよねあこの話は、はい、あいろんなあ夢をまた力を与えてくれると思いますね子どもたちや次世代にぜひあの話してほしいなとお願いしているところですはい。東鳥はアスリートの活躍、はい、どのように見ておられましたか 特にです、ねまあ、インタビューなんか聞いてますとですねやはりあの当日あそこまで実力を発揮できたというその陰にはです、ねまあ、相当その日々の地道な練習というん <laughs> ですか、ね、鍛錬があるというのがです、ね、もう皆さんあの自信を持って試合に臨まれたというのがよく分かりましたしですね、はい、そしてもう1つは、ね、やっぱり、ね、試合のです、ね、もう最後の最後まで諦めない気持ちというんですかこの強さですね。 まあ精神的な強さ、まあ、そしてあのたくましさというのをね、えー、ひしひしと実は感じましてこれもまさに我々あの仕事でもです、ね、相ずるところがございますので大変まあ勉強になったというのが本当のところでございます。うん、このののスポーツ界の盛りり上がりというのはですね あの社会経済面で見てもですね確かにそのようなことが通じるなぁと思ったのが、うん、あのお二人がおっしゃったあの日頃の努力ですね、うん、それから困難に立ち向かう時のその姿勢ですよね、うん、未来像ですとかあの将来への,あの目標のイメージちゃんとなんのできている方がですね結果を残されるということで、うん、あの私たちの多くってこの中でですねもうだめかもしれないとかくじけそうな心折れそうな心あったんですけれども、うん、ああいったアスリートの活躍を見ますとね、うん、私たちは古い 立ちますしあの今ビジネス界でも若い方々ですとか起業家どんどんですね目覚ましい活躍されてますからうん、うん、そういったの経済界の励みにもなりますねなるほどチャレンジしていくことって取大切でですすよねねそうですねで我々滋賀銀行の新しいビジネスに、まあ、チャレンジされる方を、まあ、ずっとこう、まあ、応援してるんですけどね、まあ、まずはですねこういう変化の時代ですので皆さんあの、まあ、夢であるとか えー、理想っていうのは、まあ、それぞれお持ちやと思うんですけれど、まあ、ぜひですねこういったものをですねまずあの言葉に発していただいて<ー>で一つでもですね、えー、具体化していただくと、うん、で次に、えー、いつまでにやるかとかですね、まあ、期限を決めていただくとこれが実はもう最終的に具体的な目標になりますので目標を持つとですね、まあ、人間誰しもですね まあそこにチャレンジしていこうという気概になろうかというふうに思います。まあアフターコロナの社会、これあの社会も仕事もそうなんですけど、まあ変化の激しい時代かも分かりませんけれど、まあその分チャンスの時代だというふうに思っております。実はあの今年でですね、私どもが開催しています畑で起用塾もですね、23年目を実は迎えさせていただくことになりました。で、ここ数年間は実はあの滋賀県内の 上場企業の方10社の方にです、ね、応援していただく体制をとっておりましてそういうこともありましてね最近あのそういったところにご参加いただく若い企業家の方も出てきたというのはです、ねまあ、私は非常にあの目指すとこ目指すべきところでもありますし若い方がやっぱりチャレンジいただくというのは、まあ、企業にとってもそうですし、うん 社会にとってもです、ね、非常に明るいことで、まあ、元気づけられることだというふうに思いますので、まあ、今年もです、ねまあ、どんどんあのチャレンジいただきたいと思いますし、まあ、我々滋賀銀行はあのチャレンジする人をまあ応援する銀行ということを評判しておりますので,です、ねうん、ぜひ皆さんもお願いしたいと思います。一人で頑張っているより もう志を持った方がたくさん集まって、みんなの前で意見を発表するっていうのは非常にいいことじゃないですかね。ね、自分の考えを聞いてもらってですね。はい、それで、滋賀県のあの経済界の輪が広がってですね。それから地域経済の活性化につながるわけですからね。うん、ね取り組みですね。そんな場があるっていいですよね。いいですね。さて、お知らせの後は、文化活動から見える明るい兆しです。明けまして、おめでとうございます。大橋ゆいです。 昨年はオリンピックの応援ありがとうございました今年の目標は自己ベスト更新と水泳を楽しむことを目標にしています今年も次の目標に向かって頑張りますので引き続き応援よろしくお願いします続いては文化活動による明るい兆しをテーマにお話を進めていきましょう一人目のゲストをご紹介します ブライアン・ウィリアムズさんです。本日は開けましておめでとうございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。美和子に魅せられ、1984年に大津市伊方町の農家を改築して移住されたペルー生まれのアメリカ人。四季の移ろいを感動の心で追う風景画家として、荒らされていく自然を憂い、自然保護再生を訴えながら。 国内外を写生旅行し、数々の水彩画、油彩画、版画作品を発表されています。どの作品も奥久保さん繊細で素敵です、ね。いや素敵ですね。あの自然のですねありのままの姿が映ってましてね。あと太陽の日の光もこの時刻によってあの変わるですね。風景画の魅力あの十分伝わってきました。ね、いはい素晴らしい作品の数々ですね。滋賀県の一番好きな場所。 私の一番好きな場所ですね、あのどっちかというとね、えー、人間の生活の営みがあって、うんうん、他の命も、えーえー、元気で、うんえー、生命を歩んでるわけね、命を歩んでる、それ、一番健全だと思いますね。その美しいい風景は変わってきてきますか、えー、振り返ってみるとね、やっぱり大きく変化してる。あの えー、消えてしまった魅力も環境あの痛みつけられた環境もあるけどでも良くなったところもあるんですね。うん、私滋賀県に移り住んだ時にねア、まあカシオも多かったしね、うんえー、あれ随分ねあの水質改善がはかどってるってそれすごく嬉しいですねあの。そういうこともあってだからプラスマイナスでねこれからもっとねあの その自然周りの自然を守らないとダメなんですね。あの生活の基盤にもなるし文化の基盤にもなる。知事は美しい景観についてどうお考えですか。いやこれはもうかけがえのない私たちの,の資産ですね。また命の源だと思いますね。この琵琶湖をはじめとする自然の景観を。 私たち人間の命だけじゃなくてあらゆる生き物の命も大切にしながら守っていくいつく死んでいくということはとても大切なことだと思いますのであのこういったことをブライアンさんの絵を通じてこう感じさせていただくみんなでこう共感の輪を広げていくこういうことって大事だなと思いますね。うん、今進めようとしている健康志願も 人の健康社会の健康その最も土台にあるのは自然の健康ということで,で、ね、皆さんにあの呼びかけてますのでぜひあの広げていきたいと思ってます。取はいかかがですかああの、ねまあ、我々の経済人でありましてね、まあ、地域経済というのはこれも重要なんですけどねやっぱり人間があの生活をしていく上ではですねやっぱりあの文化であるとかもう自然っていうのはもうもう欠かせないと。 うん、これ誰しもですねあの仕事してる時は感じませんけれどいざ家帰ったりですね土日になるとですねやはりまあそこに皆さん安らぎを求めてそれでま,あまた月曜日から仕事しようというのがですね、うん、まあ多くの,あの経済界でお勤め方だというふうに思います。でまた特にですね滋賀県はですね本当にあにそういう意味では、えー、京都と大阪に近くてですね、まあ、便利な上にですね まあ一方でまあ自然であるとかまあ歴史文化これがあの本当にあの身近に感じられるこういったものはこれどこにも負けないんじゃないかなと思いますしねまあ,あのまあ知事さんなんかもいろんな都道府県の方とお会いされてると思うんですけれどもこの良さだけはねぜひもっともっとね県民の方に知っていただきたいなというふうに私つ思っておりますのでまたぜひお願いしたいと、はい あの今頭取おっしゃったことはとても大切なことでもちろんあのリラックスしたい憩いの時間に自然とあの触れ合うっていうこともあるんですけどこのコロナ禍でワーケーションテレワークなども広がりまして実はこの自然の中で生産性を上げる自然を守ることで付加価値をつけるというこういうこの発想ですとか価値観っていうのも広がってきてますので。 そういう価値観はまさに、えー、古国、近江、滋賀県が昔からあみんなで実践してきたことですのでね、こういったことはぜひ、あの自信を持って発信していきたいなと思いますねブライアンさん、そんな滋賀っていいですよね。一つはね、言えるのはね、京阪市の1400万人の人の体の中に琵琶湖の水が回転してるんですよ。い <laughs> そうですね それはすごいですねあの琵琶湖という水資源がなかったらここまで京阪神が経済的にここまで活発にはなってないはずです、うんうん、だからこの水資源どうしても守らないとダメですね、うん、で、僕それをずっと書きながらですよ、うん、えー、50年近く見つめてきてるんですねで、確信したのはねやっぱり、えー 景観は健康のバロメーターであるという言葉を私考えたんですね、うんうん、景観は環境の健康のバロメーターである美しいほどその環境は健全である、うん、要するにその水資源を守るのね、その景観が美しから魅力もあるかもしれないけどね、経済的な役割も欠かせないですね、うん、これが自然浄化能力ってね。 どんだけ貴重なものであるって失われてから初めて分かるものですできれば分からないようにずっと守りたいという気持ちなんです、うん、ん今ブライアンさんがおっしゃったことも含めまして、ね、その経済とそれから自然 で琵琶湖のあらゆるところにあの京阪神エリアのですね、はい、いろんな人にあの入ってきてで時代を受け継いであの今に至っているわけなんですけれどもあの皆さんの,あのお話をまあ総称していくとですね結局、今ですね私たちがようやく口にあのするようになってきたサステナビリティっというところにまあつながってきますよね。直訳まあしますと持続可能性というものにまあなるとは思うんですけれどもあの今まで,ですねあの大事にあの思ってきてはいたんですけれども もうなかなかあの実現できなかったまあ自然環境ですとか人間社会といったようなですね私たちにとってあの大事な機能失ってはいけない機能というのをですねあの失わないままですね長くにあたってあの続けてさらにあの良好な関係をまあキープし続ける考え方でそこであの出てきた考えが SDGs でありただ滋賀県の場合は最近は マザーレイクゴールズですよね。MLGs、ね、ML この考え方がですね、また浸透していくことになりますと、世界の中でも日本の中でも滋賀県のその MLGs っていうですね、あの提唱というのはあのよよそですね発信力が非常に大きいものになるんじゃないかなと思いますね。これはあ国連が定めた SDGs ではなくていや、むしろそれを 版 SDGs にしようということで私たちの暮らしや一つ一つの行動をとこう照らし合わせて作ろうということで10年がかりでみんなで議論をして作ったものでして国連のマークとは違って日本の伝統色13色で13のゴールを表現してます。 ブライアンさん拍手が出ましたね <laughs> いやでもそういうことの大切さをブライアンさんの絵を通じてだとかブライアンさんが絵に込めた思い海外から来てこんないいもの残さないともったいないよって言ってくださってるのでこういったことでも随分広がってるんだなと思って僕は感謝してるんです。うん、原風景という言葉が流行りになったんですね。うで原風も定義う言われるとねさーってなるんですけどね。 そこで生態系学のとこからスタートして持続性可能な生態系がこれは本当は原風景なんですね里山里海 <laughs> <ん>全部これは持続性可能安定型の生態系なんですね。うん でこういう定義を初めてやると、うんえー、自然再生って,可能となってくるわのあの今までの原風景ってねじいちゃんばあちゃんのあの村ってい、ね、<laughs> うのあよかったけどまあ二度とないだなという感じになるけど安定型の生態系となるとね都会の中にも新原風景新新しい 原風景も生み出すことは考えられるんですね。うん僕それを歌えたいですね。うんいやブライアンさん。はい。今後の目標を抱負を教えてください。私個人ですか。はい。えーえー、な活躍し北斎がね、百、えー、歳まで生きてたらそれなり本当に画きになれるっていうなんか似たような。 名言が残してくれているんですね。全く同人なんですよ。傑作一つ書きたいですね。お知らせなどは文化活動から見える明るい兆し、ゲストお二人目です。ではもう一人のゲストをご紹介します。大津市在住の時代小説家今村正吾さんです。あけましておめでとうございます。おめでとうございます。時代小説家の今村正吾さん。 人気の宇宙ボロ飛び組のシリーズをはじめ滋賀県にゆかりがある静ヶ岳の七本槍を題材にした八本目の槍去年宇宙ボロ飛び組シリーズで第六回吉川英治文庫賞を受賞され去年10月26日には最王の盾が発売されましたどういった思いで書き上げたんですかそうですねこの小説っていうのはあの 滋賀県の坂本というあたりの阿能っていう場所の阿能州っていうのが主人公になっていてで一方で滋賀県にはもう一つこう戦国に重要な技術集団国友集って今の長浜市の国友集っていうのがいてこの2つの集団が、まあ、激突という職人の目から見て、まあ、激突したのがまた滋賀県の大津城の戦い関ヶ原の前夜の戦いなんですけど、まあ、ここで何かこう 技術者、滋賀県の近江の職人たちの小説、熱いものを書きたいなと思ってこの小説を書きました。はい、知事のお手元にも、鬼窪さんのお手元にも、ね、その本がそして、頭<い>取は人艦ですね。 あの私実はねこれあの読ませていただく一つのきっかけはですねあの昨年の,あの「架橋」という私の機関誌があるんですけどあ,<ー>あそこにですね「滋賀神」人というところにあの登場いただいてでその時実はあの「神官」を書かれているという、まあ、非常に話題の作品で出てましたんでねで今回あのこれずっと読ませていただいてね、まあ、歴史小説の私いうのあ私もあの、まあ、あのいろんな読ませて頂い,いてるんですけど。 本当にねあの、なんていうんですかあの、若い骨太の歴史小説家が生まれたなというのをね、実感しましてね、まあ、これから本当にあの、まあ、さらに、まあ、すごいまた本出せるんじゃないかなと期待しておりますしもうもういろんな賞を総なめいただいてはどうかなと、あとままあそれぐらい思いました本当にあの素晴らしい本でした。えー、楽しみですねさて 実は今村さんが小説家になった理由の中に明るい兆しのヒントが隠されています今村さん小説家になった理由を教えてくださいもともと小説家には中学校ぐらいにはもうなりたくってで高校生の卒業アルバムにも将来の夢は小説家って書いてたのは書いてたんですけど一方でこう尊敬する池波正太郎先生とか柴里夫太郎先生がまあ。 小説家っていうのはまあ40 50とかでも遅くないとで時代あの経験を積んでからやってことを言ってて、まあ、家業家で、まあ、ダンススクールをやってたんでそこで働いてたんですけどまあ子供たちに、まあ、いつか、まあ、僕は翔吾君っていうて翔吾君作家になったらどうするとか直木賞候補になったらどうするとかまあこんなことはいつも子供たちに語ってたんですけど、まあ、ある時ちょっとまあこう。 ななかなかこう心を開いてくれない女の子がいてなんかこう将来の夢なんなんって聞いた時だけちょっと反応があったんでんでこうなんなん,なんて聞いたらまあ私どうせ無理やしみたいなねやっても無駄やしみたいなことを返ってきてでそれに対して僕はもう教え子に何だろうああのまあ夢諦めんと。 ややったらいいやんみたいな今若い年から何でもできるよみたいな夢諦めたらあかんでって言ったら向こうから帰ってきたんがしょうごくも夢諦めてるくせにって帰ってきたんですよね。時ですね。そうですね。<laughs> それが三十歳の今頃ですね。でもういやもう言い返す言葉が何もなくていや僕も本当にそうで年齢を重ねてとか経験を積んで。 っていう,ふうに自分に言い訳してただけじゃないかってことをすっごい一晩考えてで次そっから1週間後にはもう辞めるっていうことを決めてでその子に言ったんはその残りの人生で僕が夢は叶うっていうことを証明するからまあ諦めんと頑張ろうっていう話を言ったんですよね。そそっかからででですねここまで一作の小説も書いたたとがなかったんで かなり無謀なことしたなと今思えば思うんですけど。まあ、たくさん本読んでたし、何回いけるかなっていう思いもちょっとあったりとかして。知事諦めないって大事なんですね。いや、大事だと思いましたし。あの夢を語ろうと、こう今村さんが言ってくださってるのが、すごく心に響きますね。で、また、あの、今村さんって、この採用の立てもそうなんですけど。あのですとか、国ともゆかりの人たち、ゆかりの場所をご自身で。巡られて。 きちんと聞かれて調査されて書かれてますので、その聞かれた方話した方々も同じ夢を今村さんと一緒に持って自分たちの持っている技術自分たちの住んでる場所の素晴らしさこういうことをこう実感させてもらえてるんですね今村さんと共にだからこういう作品作りにもすごく今村さんのこだわりっていうのがあって僕はあのいいなと思って応援してるんです。 歴史もあのなんて言うんですか作ることはできませんけれど想像の範囲の中でこれ出来上がるもんっていうのはたくさんあると思いますしなんかもうそれが本当にそうなんかなと我々思ってしまうぐらいですね小説って不思議な魅力があるなと思います、えー、それとですね、まあ、先ほど話がございましたね「あの諦めんとやってこられた」と。 夢を持つことが大事なのともう一つは本当にねあの成功するための秘訣っいうのはもう結論を言えば成功するまで諦めないやり続けるともう成功しかないかもわからん <laughs> まあそれぐらいですね粘り強く経営,の経営者の方でも成功されてる方っては本当に諦めいと最後まで取り組まれたでもう一つねあの要素としてあの先ほど実は子どもさんのお話が出てたんでん僕はやっぱり人との 出会いといいとうかかきっかけみたななのは必ずあるなと先ほど挫折とか苦しい時、えー、これ乗り越えるためのいろんなチャレンジをされるもがかれてる時にふとしたところからですね人との出会いまた逆にそれを、まあ、応援する人も出会い出てくると思うんですけれどだからこれはやっぱり人間生きてる限りはですねやっぱり人との出会いを大切にするということもですね、まあ、非常にあの成功するための大きな要素かなと今お聞きしてて思いましたね。 出会いといえば今村さん、はい、木下ブックセンターとの出会いですよね。<laughs> そうですね。廃業も視野に入っていた本屋さん、大阪美濃市のね、はい、え木下ブックセンター引き継いで、去年の11月1日に。 リニューアルオープンさせましたこれはどういっったた思いんやなんかねあ賀銀行さんも M&A とかスモール M、A、に力入れてはると思うんですけど僕もそういうちょっと同級生に知人がいて、うん、こういう話あるけどどうみたいな「いやいやいや作家と書店は違うよ」って言ったものの <laughs>、うん、一回ちょっと気になってこの書店がなくなると半径2 3キロ駅半径2 3キロに本屋がなくなると。 でおじいさんおばあさんが、まあ、買いに行く場所がなくなるっていうことを聞いた時何か気になってちょっと一回社長にお会いしてみたいっていうことであってそれでもちょっとやっぱりこう及び腰やったんですけど行った時におばあちゃんと小学校2年生ぐらいの女の子が絵本をこう選んでるのを見て、うん、ここの場所がなくなるっていうよりこの子が大人になった時のこの思い出もなくなるのかなってふっと思った時にまあやろうかなと。 決断ししてて、まあ、事業承継させていたただきまスタッフさんというかそこの書店員さんたちも全員雇用を引き継いで今あの、頑張っておりますうん事業承継って本当に大切だと思うんですけれどもねあの実はですねちょっとこちらをご覧いただきたいんですけれどもあの経営者のですね 高年齢化というものがですね。あの今問題になっていまして、直近の2020年のまでのデータでよりますとね。経営者の年齢層ってのは60代から70代統計を取るたびにですね。高年齢化してしまってるんですよね。さらに廃業件数もあの増加しているんですけれども、あの驚くべきはですね。6割が。 黒字にもかかわらず廃業つまり儲かっているんですけれども自分で事業を畳んでしまってるっていうです、ね、意思決定をされているんですよ。でしかもこの廃業理由のうちのです、ね、およそ3割というのは例えば後継者の子どもさんがいらっしゃらないあるいはいらっしゃるんですけれども継ぐ意思がなかったりということで後継者何に合ってるがゆえにです、ね、事業承継が進まない。つまりもうちょっと早く継ぐ相手が いららっっしゃったらつまり今村さんのような方との出会いというのがもうちょっと早い段階で待っていたらいい企業が続けられる可能性がです、ね、あったんじゃないかなという会社さん団体さん企業さんが多かったとっいうあの問題があるんですよね知事県としてもいろいろ取り組みなさってますねはいこの事業承継というものをいかにあの皆さんと力を合わせてやっていくのかせっかくいいお店せっかくいい技術でもご高齢であるがゆえに 次の世代につあの継がれていいいかないというこの状態を解決するためにですね県も金融機関の皆様方そして商工会商工会議所の皆様方などと連携いたしましてこの事業承継引き継ぎ支援センターをですね立ち上げて今精力的に情報の共有そしてさまざまなそのお困りごとの相談に応じているところですのでこのサービスを今年しっかりと さらに軌道に乗せていきたいなというふうに思っております。頭、うん、取金融機関の力っていうのも大切になってきますね。うん、そうですね。あの、まあ事業承継って言いますのはね、あの。実は経営者とか、まあ企業の課題問題だけではなくですね、うん。雇用であるとか、地域活性化という視点からいきますとですね。これ実は社会的な課題問題でもあるということなんですよね。 で我々の,あの,、まあ、あの BBC さんであのコマーシャルで、まあ、日本 M&A センターさんと協業をしてるんですけれど実はあの我々の,の M&A ありきでは全くないわけでして、ねうん、あの実は事業承継今後の,の経営計画こういったことを、まあ、話し合いをしながらです、ね、その出口の手段として、まあ、M&A をまあ活用いただく。 という取り組みを、まあ、実際やってるところでございます。ええ、万歳って企業と企業の話かなと思ってたんですが、今村さんのように。個人でも、ついていこうっていう気概のある方がいらっしゃればね。<laughs> ね世の中、もっと明るくなっていくんじゃないですか。いや、そうですね。いや、もう本当にやって良かったなと思うのは。その地域の方にのお声とかを聞いたら、いや、もうなくなるかと思ってたみたいな声を、やっぱ聞くと、やっぱ良かったなっていうことと。そこで、先ほど雇用の話も出たけど、あの、出てましたけど。 店長とかも最初はこうこういう話が来たときに自分はどうなるんだろうと思って家族でちょっと話したとただまああの際あの継続雇用するってことをま今、あ、すぐ言ったんで安堵してその後より明るくなったというふうに地域の方からも言っていただいてるんでまあいろんなこう出会いによって変わっていくことってあるんだなっていうのは僕は身にしめて感じました 滋賀県でも困っていらっしゃる方がいらっしゃるかもしれないですね。滋賀県内で古くから続けられてきた企業っていうのは。滋賀県の文化を担っていると言っても過言ではないと思います。その文化を次世代へ引き継いでいくことが大切なのではないでしょうか。では最後に今後の抱負、皆さんへのメッセージをお願いします。今年からは、えっと。いろんな学校とかに、まあ、無料でこうボランティアで回って、読書の。 良さであったりとかを、かいいね、まあ、やっていきたいな、伝えていきたいなって思ってます。で、自分一人でやれる力って、まあ、知れてるんで。他の同年代とかの若手の作家とかを巻き込んで、ん全国的な取り組みにしていけるように、うまず一歩。 やってみてみまず自分が一歩進んで一緒にやりたいと思ってくれる作家さんたちと一緒にどん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 この場を広げていきたいなって思ってます、まあ、読書は、ね、あの漢方みたいなもので、うん、劇薬ではすぐに生きては来ないかもしれないですけど将来どこかのタイミングで絶対聞いてくるっていうのが僕の考えなんであのその良さを広めていきたいです。うんうん、分かりりりままましししたたた今村さんああががととううごござざいい では続いて最後のテーマ、滋賀経済の明るい兆しです。最後のテーマは滋賀経済の明るい兆しです。ゲストをご紹介しましょう。マイネット代表取締役社長、上原仁さんです。はい、えー、明けましておめでとうございます。森山生まれ、滋賀県育ち。 ビアコ大好き上原仁と申します。よろしくお願いします。<laughs> はい、スマートフォンゲームの運営を行う株式会社マイネット代表取締役社長をされています。また市がレイクスターズの会長も務めておられます。えー、マイネットはですね、15年前、2006年に、えー、と仲間5人と、えー、ともにスタートした、まあ、ベンチャー企業であります。えー、15年間かけてコツコツと,、えー、と成長してきてですね、今現在は。 ええ、五百人ほどの仲間と一緒に営んでいる東証一部上場企業となっております。はい、まあ、このマイネットというマイネットなんですね。はい、という名前の通りですね。私のつながりっていう意味なんです。はい。と、まあ、この私っていうのはもちろん七十八億人、世界中の人々、一人一人にとっての大切な。えっ、ー、と、人とのつながりですね。この人。人一人一人にとっての大切なつながりをより豊かなものにしていくと。いうことを、えっ、ー、と、テーマコンセプトにした会社です。 で、ここをですね、やっぱりこの時代に合わせて、デジタルの力を駆使して、人のつながりを豊かにする。これが、えっ、ー、と、マイネットという会社のコンセプトになっています。なるほど。世界全体がコロナ禍という状況の中で、まあ、人と会うことが制限されて。これほどデジタルの力が必要だと、されたことはなかったんじゃないでしょうか。そうですね。間違いないと思います。本当に、まあ、これまでも、そのインターネットの普及とか、えっ、ー、と、デジタルが浸透することで、まあ。 少しずつの進歩はしてきていたんですけれども今回、コロナによってです、ね、いわば10年分一気にデジタル化が進んだオンライン化が進んだということが言えるんじゃないかというふうに思っています、はい、やはり一番ありますのは、えー、とテレワークの普及ですねあらゆる、えー、と企業がもうテレワークせざるを得ないという状態になって。うん、はい そうですねやっぱり最初のうちはこう困難なことも多かったと思うんですけれどもせざるをえないというふうになったことによって本当にさまざまな、えー、ともう業務の、えー、とオンライン化ですとか、はいえー、とミーティングをこうなしにしてオンラインで、えー、とやっていくないしはテキストでやっていくということを、えー、と一度みんなでチャレンジ全員でチャレンジするという状態になったことによって結果的にあれ意外に顔合わさなくてもできたねっていうこととか <laughs>、はい、オンラインでもできるねっていうことがすごく、えー、とみんなの中で当たり前になった。 あのそういう、えー、と変化がこのコロナの中であった、えー、とすごしもちろんコロナというのはすごく良くないことだったんですけれども、えー、とデジタル化という、えー、と人の進化ですね、ここにおいてはすごくポジティブな面もあったんじゃないかなというふうに思っています尾窪さん、うん、日本でもようやくですよねそう過去をちょっっと振り返ってみたらですね。 たったの10年前ってスマートフォン、まだ主流じゃなかったはずなんですよ。はい、まあ,ありましたけれどもいわゆるフィーチャーフォラ柄系ですよね、うん、まだありましたし30年前ですよ、たったの。 その時って私たち多分電話とファックスででしたたメールなんんててやってませんだそれがですね今私たちの生活にとっては欠かせないものになったんですが先ほど上原さんがまさにおっしゃったようにここ12年間のですねコロナ禍というのは最初、せざるを得なくなった環境で私たちあのオンライン会議ですとかテレワークというのを始めたんですけどそれが実はあの便利なものに気づいてで今や、 これもまた必要なものだと私たち実感してますしその技術自体がここ12年間で進歩してますよね、うん、これは素晴らしい流れですよね、えー。上原さん、ポストコロナを見据えたときこのデジタル技術が巧妙となるんじゃないですか。うん、ももうう間違いないいいなと思います、はい、こののデジタル技術っていうものは、まあ やっぱり私もですね今、まあ、生まれが昭和ですので昭和の40年代後半ですその,頃のえっ、ー、のことを思うとですねデジタルって何かこうちょっとう,うすら,うすらこう恐ろしい何かっていうふうに思いがちだったというふうに思うんですけどじゃあ今の子供たちにとってはどうかっていうともう 赤ちゃんのうちからスマートフォンをくるくる回しながら楽しい絵本を読むことができたりとかするのが当たり前要はデジタルタッチであるっていうのですごくヒューマンタッチとそんなに変わらないものに新しい子たちにとってはなっているというその現実をちゃんと踏まえながら向こう50年間の人々のさのまざまなサービスとか はい、社会の作りっていうのを考えていくと,、えーとまあ、やっぱりこのデジタル技術をよりこう当たり前にしていくことっていうのがあのみんなのまあ暮らしをより良くしていくんじゃないかっていうふうに思ってますで、まあ、その中でそうですね、まあ、例えば先ほどのテレワーク一、えー、つとってもですね、はい、あのテレワークはどううテレワークに向くこととえーうん このリアルの方がいいことって、お仕事やっぱりわかりますよね。やっぱりこう、会議の中でも、特に情報伝達のこととか。えっ、ー、と、まあ、意思決定者の方が、白か黒かをはっきりさせるっていう類のことは。これ結構オンラインでもいけるんですよね。ただ、えっ、ー、と、チームで一体になって、新しいことを企画しようとかですね。はい。あの、新しい手法を自分たちで考えつくんだっていう瞬間のブレインストーミングなんかをするときこれはやっぱり。 オンラインよりもリアルで五感、うん、で感じ合いながらあのひあの一人一人の,この顔つきの動きなんかも見ながらですねあのみんなで一つのものを競争作り上げていくっていうことをやる、まあ、これリアルの良さだと思うんですよね。この、えっと、オンラインの良さデジタルの良さと、えっと、リアルの良さそれぞれをしっかり役割分担させながらうまくですね、えっと、仕事の在り方とか社会の在り方を作っていけるといいんだなということを思っています。うん 上原さんは滋賀レイクスターズの会長、滋賀銀行と滋賀県はスペシャルパートナー。はい、地域スポーツが今後の滋賀の元気につながる巧妙になるんじゃないでしょうか。バスケットボールに限らず、やっぱりスポーツですね。スポーツってすごくこう人を熱狂させ、感動させ。本当にワクワクさせる力を持ってますよね。はい、はい。あの、この力っていうので、やっぱりここからのですね。あのー。人々が、まあ、まあ、世の中が人口が。 世界的にも減っていくようなこの時代において、すごくこのエコなエコな,、えー、なんですかね価値創造手段だというふうに考えてます。うん、そんなえっ、ー、とエコな、えー、エコというのは何がエコかというと、はい、やっぱり同じゴールと同じルールの下で。 え二、ー、人以上の人が一緒に体を動かし始めたら、それでもうスポーツなんですね。はい。で、そのスポーツって二人のえっ、ー、と A チームと B チーム、どっちを応援するかっていうので、周りの人たちもワクワクすることができるっていうのがスポーツのあり方。すなわち原材料もいりませんし、えー、まあ化石燃料も燃えません。環境も破壊しないんですよ。でもその瞬間起こるワクワク。これのおかげで人々はこう例えば今,今週もちょっと楽しい時間過ごしたね。よし今週も頑張ろうねっていうふうなえー、あり方を。 味わうことができる。まあそんなえっ、ー、と存在がスポーツだと思ってます。その人のワクワクを作るはいそういうスポーツというものがえっ、ー、とこれからの時代特に、えー、まあ求められてくるんじゃないかなというふうに思ってます。トドリースポーツっていいですね。はい、そうですね。あのー、我々もレディクスターズさんあのー、設立された時からごめんさせていただいですけど、まあ一方であの我々の銀行の中でもですね、まあ女子バスケットボールチームという,うレイクヴィーナスというチームを持ってましてね。 実はこのチームはですね今からあの40年前1981年に開催されました滋賀国体、はい、でこの開催の時にですねまあ、地元からの要請もありましてその5年前に、えー、女子バスケットボールを作りまして、うん、で、まあ、あの国体出場させていただいて、えー、以降ですね実は今も,もう40年45年経ってるんですけど今もですね 実はそのチームもですね。あの次の滋賀国体25年のですね、えー、国民スポーツ大会志願で開催されるまあ、そこに向けてまあ強化していると、うん、で、実はその我々企業スポーツに少し触れますとですね。あの県内にもですね。まあ、多くの実は、あの企業スポーツをやっておられる企業さん、ずいぶんございます。うん、で、我々もですね。できるだけそういう方々の支援もしたいんですけど、これは本当に。あの。 県民の皆さんがです、ね、市役県におられる企業さんが自社で企業スポーツこれを支援されているところがたくさんありますので、まあ、是非とも皆さんにもですね、まあ、注目いただいて、えー、まあ国体に向けて、えー、まあ国民スポーツ大会ですかに向けてですね まあご支援いただければありがたいなというふうに思っておりますまた知事、その辺もよろしくお願いしいますお願,いすお願いされましたが、知事、いかがでしょうかはい、はい、あの今、頭、はい、取からご紹介いただいたように、2025年に、ですね個国の感動を未来へつなぐ、私が輝く国スポ・ショースポ2025ということで、滋賀県で国内最大級のスポーツイベントを開催することができますので、今もお話ありました あのレイクスターズさん滋賀銀行さんはじめ企業の皆さんがですねこのアスリートを応援のために競技力向上のために頑張っていただいておりますので力を合わせて盛り上げていきたいなと思っていますやっぱりあのスポーツはあー人生を豊かにすると同時に生活を楽しくして街を元気にすることがあできますまたあせっかくの大会ですので、えー、総合優勝天皇杯獲得のためにみんなで力を合わせて頑張って でその力で、えー、スポーツの競技力を上げるアスリートの,この夢を開いていくこんなことに取り組んでいけたらいいなと思っているところですのでぜひあの、するスポーツ、見るスポーツ支えるスポーツ持って楽しむスポーツというのをみんなで、えー、作っていけたらいいなと思っています、はい、みんなで盛り上げていきたいですねは上原さん、最後に皆さんへのメッセージそして今年の抱負をお願いします。 はい、えー、そうですね。まあこの今日お話をしてきたそのデジタルっていうのとスポーツっていうまあ二つのキーワード、これ本当にどちらも、えー、サステナブルな社会を作っていく上のキーワードだと私は思っています。はい、デジタルって本当にエコなんですね。はい、あのそうですね、環境破壊もしない、えっ、ー、と原材料もいらない、そういう存在、えっ、ー、ともう本当にえっ、ー、とみんなが 画面の中なんだけども感情としては遠くの人とつながることができる、まあ、そんなものがデジタルの素晴らしさだと、うん、そしてまた職人さんのすごく大切な思いみたいなものを紡いでいくことができるこれもまたデジタルなんだということですね、はい、そういうあり方ともう一つやっぱりスポーツっていう、えー、人の心をワクワクさせて動かす。 でその動く感情自体がすごく大きな価値ですよね、はい、これもまた、原材料いらない、環境破壊ないんです、はい、そういうふうな、えー、と価値、デジタルとスポーツの価値っていうものを、えー、と世の中にです、ね、より多く広げていく、そんな活動をしていきたいなと思ってますそして滋賀がデジタルの聖地にもなるといいですね。そんなふうにできるように、スポーツとデジタルの聖地に、えー、して、はい、たくさんの、えー、と人たちに憧れられるような県にしていきたいなと思いますね、はい、上原さん、ありがとうございました。 市が経済な新年1回目はさまざまな分野で活躍する方をゲストにお招きしポストコロナを展望した明るい兆しをテーマにお送りししてきましたコロナ禍だからこそですねできることがその中にも制約された中にもきっとあるんだよと信じてこられた方の活躍のストーリーをお聞きしてたんですけれどもコロナ禍だからこそあのチャンスだよというメッセージもたくさんあったんですよね。私たちがあの託すあの夢 あるいは目標、未来というものは全部のお話がサステナビリティ持続可能性につながっていまして、うん、どの方のお話も滋賀の持続可能性を次どうやってつなげていけばですね次世代のための滋賀を残せるかとそういうたくさんのありがたいお話を聞きました。私たたちが飛躍するために エネルギーが今必要なんですよね。この蓄えるための一年間、二年間のコロナ禍との戦いというのは。きっとですね。大きくジャンプするための。ジャンプ台の前のですね。明るい雨予兆であり。明るい兆し。であると信じたいですね。では最後にメッセージをいただきます。知事からよろしくお願いします。はい。ええー、琵琶湖を真ん中に。みんな仲良く。コロナに負けずに。健康志願を作りましょう。そのために。私たち人の健康。 特に心のの健健康康ですねそして社会の健康人と人とが支え合う,う持続可能な健康を作っていきたいと思いますしその土台になる自然の健康山の健康みんなで保ち高めていきたいと思っておりますそのために始めることと楽しむことを皆さんに提起してですね何でもいいから始めてみようそして楽しみながらやろうということをぜひ実践できる1年にしていこうではありませんか。頑張りましょうでは 取よろししくお願いします、はい、これはの、まあ、アフターコロナこの1年どうなるかというようなことを我考えるんですけどねえ実はの一昨年の4月ちょうど実はのコロナがですね、うん、世界中に大変大きな不安をもたらした時期であったでこの時期にですね、うんえー、大変、えー、日本びいきというか日本通のフランス人経済学者であります 同時に未来予想でも定評のあるジャックアタリさんがですねこれ日経新聞に寄稿されている文章がございました日本はですね危機的対応に必要な要素、えー、国の結束力知力技術力、まあ、慎重さ、まあ、全てを持った国である、えー、島国で出入国を管理しやすく、まあ、対応も容いである。 私はこれを読みましてねそうあってほしいと期待しながらもですね私自身この時非常に勇気づけられたという言葉でありましたこの1年ですねまずはこれは皆さん力を合わせながらですねコロナに打ち勝つことこれが僕はもうまず一番であろうかと思います同時にですねこれ打ち勝ちながらもアフターコロナに向けて チャンスやとこれまさに今がチャンスだという捉え方をしながらですね、まあ、未来志向で地域を元気にする幸せにするということに、まあ、皆さんと力を合わせながらですね私ども、銀行も取り組んでいきたいというふうに思っておりますのでこの1年間、どうぞまたよろしくお願いしたいと思います。今日はありがとうございました、はい 今日は貴重なご意見たくさんいただきました本当に勉強になりました三日月滋賀県知事そして高橋滋賀銀行取締役当取長時間にわたりありがとうございましたありがとうございましたありがとうございました今年は穏やかに過ごせますように記念して番組を締めさせていただきます今年も滋賀経済などどうぞよろしくお願いいたします